ピノ食べます。ピノを食べたいと思います。え、賞味期限大丈夫やな。境界ね、してるよ。時間がないな。賞味期限書いてないわ。普通書いてるよな。書いて、あーハートも星もなかった。めっちゃ硬そう。ずっと勝った日からずっと。うまっ。食べはん。うん、ピノ。ピノリテやばい。あ、すみません。うん、めっちゃ美味しい。うん、案外カチカチじゃない。さっきまでお母さんと電話してて、ずっと置いてたから。溶けてる。これ今ピノこんなに美味しかったんや。お疲れ様。お連れな。うわ、パルムも美味しいよね。おつハロー。食べ頃でした。ピノテロー。ここのチョコどこ行ったの。どこいたんですか。これですか。ここの人これですか。ね、すぐなくなっちゃう。結婚して、レナのピノ。やっほーん。聞いた？カタ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 、わしもう聞いた？めっちゃもろいでしょ。めっちゃもろいでしょ。今日めっちゃ寝ちゃっててマジで最悪だった。今日レナが寝た時間言っていい？まあ昨日の4時半ぐらい寝たじゃん。5時半、6時半、で、配信何時に終わったっけ？これ7時ぐらいだっけ？6時半とか？わかんない。やばい、本当に。マジやばい。え、マジやばい。何時間寝たと思う？レナの推定寝た時間。16時間。やばくない？うん、出張で名古屋だったんだ。え、マジ9時間とか眠いから。普通にやばい、本当にやばい。結婚していいよ。こんなに寝ちゃうけどいい？7時過ぎてたのか。じゃあ15時ぐらいかな。15時間ぐらい。
え、マジ笑い事じゃない、普通に変な目になってないよ やばい、たくさん寝ちゃった、マジ寝すぎてやばい、マジ猫だよね、本当にやばいんだけど、ハン好き逆転なってるんじゃ、逆に逆にもう今、でも今で16時間だよ、これから寝ないとダメなのに昼夜逆転直せない寝すぎて頭痛いわ本当にマジで叫ばな残業頑張ってたの、16時間3、4日分の睡眠時間なの、やばいね、けど本当に寝だめができないの、だから明日はもう本当に朝早くから夜遅くまでお仕事なんですけど、多分ぶっ倒れると思う、本当に寝だめできないの本当にすやすやとか言わないでやめてそんな言い方はマジやばいと思って起きたもん、起きた時に、いやさっきね、さっきの昼寝で起きた時にやばいぞって思って、おお溶けてるピノが、ちゃ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 、うん、マジすやすやなんだけど本当にうまい、離婚して無理すやすや寝ちゃうから無理うまいです、ピノマジ頭痛いよ、もっと早いですよね、明日の朝マジ早い、めっちゃ抜けるないか、うん、うん、なんかちょっとだけ踊って振り確認してて携帯で、でソファーで寝てた、めっちゃ眠くて感無量、ハート文字も見たことある、見たことあるっていうか自分で出したことあるけど、あれってなんか確率すごいって言うけどさ、ハート、特にハートだっけ、星かなんか分かんないけど結構みんな出てるよね、いやもう今からダンスします、本当にやばい、ちゃんと本当にダンスする本当にマジすんの、マジ寝て配信中うざい、やめてとにかく寝るじゃん、寝てた寝すぎてお腹空いてないけど、ピノは美味しかったいやお腹何食べようって思ってる、あのブロッコリーがあるから冷凍のブロッコリー食べようって思ってる、この時間だし明日ちょっとお仕事だから、でもとりあえず何も食べないかな、この時間にピノ食べてるけど、もう食べてないから今日は、結構見るよね、目覚めのピノ大人の女感あるでしょさすがにね、マジアンチだったおっちゃん課題もね、ログインもできないんだよね、まだあれが届いてないから、ネットがそう、ブロッコリーあるから
ブロッコリーでいいやって思ってる。マジブロッコリーって本当にめっちゃ美味しいんだよね。人参のしりしりってなんだよ。知らないから、知らない単語やめて。玉ねぎはやばい、玉ねぎやばい。玉ねぎは使いたいけど、なんかもう切るのが怖いもん、あの玉ねぎを。健康的。え、ピノとブロッコリーの組み合わせやばいよね。そう、あるもので何でも作れちゃうけど、ブロッコリーに関してはもうレンチンであれで食べる、ごまどれで。ああ、星とハートが出る場合、結婚していいよー。たくさん寝ちゃうけど。夜ご飯はピノとブロッコリーだけど、洗濯物はまだ取ってない。まだね、乾かしてる。まだ暖房、8時間暖房がついてて、まだね乾いてなかったから、まだ今も乾かしてます。沖縄料理なの。知らなかった。知らない。ほうれん草とかもある、わかんないけど。ポトフか。玉ねぎと人参とブロッコリーと一緒に。ポトフだったらじゃがいもが欲しいから、ちょっとじゃがいも家にないですね。よし、付け合わせにブロッコリーあった。並んだ？爽やかのハンバーガー。ハンバーグ。でも夜だからブロッコリーはちょっとマヨネーズはつけれませんね。え、玉ねぎマジで見てない、中身。人参は一回使ってラップで巻いてるから、なんか芽が生えてきたのは知ってるんだけど、玉ねぎに関してはなんかわかんないんだよね。買ってそのままのあのちっちゃい袋、ちょっともやってる袋に入ってるから、なんか怖くて見てない、怖くて見てないです。ブロッコリー、え、ブロッコリーなんで買ったかっていうと、普通にレンチンして水を切ってごまどれで食べるっていう、ただそれだけで買った。ブロッコリーそうやって食べるのが一番美味しくない？わかんないけど、そうやって食べてるからね。なんか料理にしようと思って買ったんじゃないんだよね、ブロッコリーは。え、人参とてりたまで作る。なんか知ってるかも。英語でも星って入るんだね。カリフラワー好きじゃないです。お風呂で寝たらダメだよ。じゃがいもいいよね。え、マジ、なんか実家の場合なんだけど、実家の方がいたら料理するんだよね。だけど冷蔵庫見てじゃがいもがあったら本当にテンション上がる。20分も待つんだ、やばいね。だから何もなくても料理、そうマジで料理できる。ポン酢ない、家に。こっちのポン酢ないんだよね。シチューか、入ってるよね。美味しいよね、ブロッコリーシチューに入ってる。じゃがいも買っても、いや、そうなんだよね。放置してね、ちょっと気づいたらなんかニョキニョキみたいな多分なってる。じゃがいもの芽、玉ねぎの芽。いや、今一番言ったら、じゃがいもも玉ねぎの芽もじゃなくて、今ね、人参が本当に芽やばいから。人参の芽やばいよ、本当に。芽なのかな、あれ、なんか茎みたいな、わかんない、なんかあのヒゲみたいなのがいっぱい生えてる。コンソメない、コンソメキューブ欲しいよね。こっそりなんだ。
じゃがいもって本当にマジでテンション上がるんだよね。あ、グラタンとかにも入ってるよね、美味しい。ごま。それほど長くないんだ。やば。じゃがいもの味噌って何？いや、それな。なんか家だ、一人暮らしの家だと本当に何も作らない。本当に何にも作らないの。頑張ってください。いや、台風の目が見たいって言う前から目が芽吹いてました。もう人参さんは、人参目じゃないのか、あれ目じゃないね。じゃあなんだろう、なんかニョキニョキみたいな、ね、言いました。やっほー。いやマジで柿本家の冷蔵庫本当に充実してなさすぎてやばいの。卵もない時あるし、お肉もない時あるし、野菜なんて本当に何もない。カットのネギぐらいしかない。マジで何作ってたんだろう、いつも家で何もない時。なんだろうな、分かんない。あ、玉ねぎドレッシングとかあるけど買ったことないわ。コンビニ飯マジでやだやだ、本当にやだよね。なんかレナもね、自炊っていう自炊はしないから、なんかけどなんか軽く作ったりはするけどね。そう、なんか配信するような料理もしてないから、配信しないだけで。いや、一抜きレベルじゃないの。あ、猫それかな、なんかそんな感じ。マジやばい、ゴニョキぐらいいる。いや、もっとかも。休校せいいよ。人参にたくさん目生やしちゃうけど。あ、なんかね、さっき寝てた時に夢見て、なんか、え、マジでね、あの柿本家マジ買い物行かないの。本当にスーパーに買い物行かなさすぎて、スーパーに買い物行ったらもうマジでなくなる。家のものがない状態で行くのがスーパーだから、あのもうやばい、カート2台ぐらいになってる、買い物行ったらいつも。エレナはね、いつもなんかいろいろ食べてるよ。でも大体こんな生活してるから一食だからね、あんまね、なんかそう、なんか、あーどうしよう、昨日のお昼は、昨日の朝これ作って、昨日の昼あれ作って、昨日の夜何食べたから今日の朝どうしようとかない。昨日の昼あれだから今日の昼これにしようみたいな。レパートリーが少ないって感じ。え、マジでめちゃくちゃね、やばい、本当にね、やばいの、やばい。あ、こんばんは、おひさん。人参の芽マジでやばいの、本当に。レンチヤホー、おひさじゃないか。人参が芽を出すようですね。こんな歌歌わさないでもらえますか。いや、冷凍したご飯を食べてる。なんかふりかけとか。おにぎりにして食べたり、お昼とかはとかねですね。今は私はレナちゃんショールームと外食です。え、いいよね。でも外食なんか、あの待てる人素敵だと思う。お昼めっちゃ待ってるでしょ、何分待ちとか行ける人でしょ、めっちゃいい人だと思うよそれ。やった、
んおかわり通所ね、マジ滑走路だった、滑走路だって言ってたからよかった楽しみみんゼミです。人参がいや、じゃがいもはねもう芽が出ること確定してるから買ってないんですよ。え、マジね、小食じゃない時マジ小食じゃないから、ほんと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 マジめっちゃ食べる。昨日とかお弁当4つ食べたでしょ本当にこれマジですね。そうめん美味しいよね。そうめんってマジ永遠食べれるよね。わかるわかる。でも一人暮らしになって食べてないかな。野菜なめこめん嫌だよ人参やばい、今日からまたわ謎の試験さんですねじゃがいもね、なんだっけ、なんかダメなんだよね、なんかダメなんです、じゃがいもの芽はね。紫のなんか緑のやつか、4つだよ。結婚していいよ、お弁当4つ食べるけどいい、お弁当4つ食べたけどね。人参の芽声のせめはこのままいくと限りのだけじゃん他にちょっとなんかいないかな、誰か。うん、3つじゃなくてね、プラス13つプラス11個食べました。おはようすぎるわ本当に。人参の横合いもかすするかもしれん本当にじゃがいもステーションやばいわやばいね、じゃがいもですやばいおもろお弁当はなんか半分公演の後に食べて、半分は公演終わりに食べる、終演後、終演前と終演後に食べます。リップ塗ろうと思ったけど、まあ、いらないね。ね、ソロになっちゃう。ジャイアンのあの歌人参売ってんのやばい、みんながサイリウムの代わりになんかピンクの食べ物ないかな、ラディッシュ的な、ラディッシュ、ラディッシュと人参ブロッコリーなんじゃがいもじゃがいも以上やばいわ、じゃがいもです、おもろくないやばいね、ダメだわ、野菜野菜勝たんなマジおもろ、それだけなのか。テーピング大丈夫です、人参食べてないからかな、テーピングになっちゃったの。どういうものあった、いいじゃん、外が怖いなってもごめん配信してた、野菜公園いつかしましょう、じゃあ賞味期限やだ、でも実質そんな感じだから、賞味期限ないと思って冷蔵庫に保管してるわけじゃないですか。食べれんのかなあれ、食べれないよね多分。なんか人参もなんかあの実家で前になんか料理に使おうと思ってラップに巻いてた人参がめっちゃなんか柔らかくなっちゃってて、なんか腐ってたから使えないよなって思ってたんだけど、わかんない、どうなんだろう。使えないよね、
嫌だったね、よかありがとう、わざわざ。あーコーヒー牛乳賞味期限切れにするとかマジありえないじゃあくれ、なんであんな美味しいものを。絶対腐ってるよ多分、どうなんだろうね。ね、さっきさ配信中にさ卵見せたじゃん。配信終わってさ寝てさ夢見たんだけど、なんか卵、賞味期限がめっちゃ切れてる卵を生卵にして食べようとしてた夢を見たのなんでかわかんないけど自分で割ってた、食べさせられたとかじゃなくて自分でなんか賞味期限めっちゃ切れてるの分かってるのに自分で割って食べてた。何に混ぜてたかわかんないけど、なんかパスタかうどんかなんかわかんないけど、めっちゃもろくない？野菜のことやばい締めいいねそれ。新聞紙なんだ。いやなんかわかんないけど。生卵にして食べてた。そうなんか絶対焼かないとダメじゃん。頭の中で焼かないとダメって分かってるのに、何？生卵食べてて。あとねなんか家がファンの人にバレたっていう、実家がバレたっていう夢を見た バレたーみたいな言ってた夢を見たバレたーやばいけどバレたーみたいな。バレたーみたいな感じの夢だったね。ジップロック入れないとダメだったよね、思った。それめっちゃ思ったんだよね、バレたところで。いや違うよ、なんか嬉しいっていうかさ、なんか謎にバレたみたいなバレたって感じ。いや嬉しくないよ嬉しくない。あ、櫛がたまにこうやって刺してるから、頭にこうやってね。今日ちょっとアイロンかけちゃったから刺さんないけど、お祈りしといて麻酔目になんないように。そんな、なんていうの、めっちゃね怖いとかじゃないけど、あとなんかも夢見たな。あともう一個ぐらい夢見たんだよね。なんか夢短編集見た今日。夢三つぐらい、卵とゲート、あとなんか見たんだよね、もう一つぐらい、なんだっけ覚えてない。え、そうだよ、花金だよ、これから。夜はこれからって感じ。みんな何すんの今日と明日、これからみんな何するんですか。レナは本当にちゃんとダンスを頑張ります。そうなんだよ、自分で入れちゃうからマジやばい。ゆで卵ね作んないんだよね、レナ。結構長い時間見て寝てた。めっちゃ何時間寝たの。夢めっちゃ覚えてるよね、でもなんか全部曖昧やるわこれからだよ。そろそろ寝ちゃうの、花金だよ。勤務中やばいじゃん。
寝ます。眠るのか今日は。明日暇なんだけど串カツ屋のバイトにどうぞ。えいいな、焼肉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 いいな。明日も仕事だの、つらーやん。それつらいわ。家の買い物、柿本家でいうカゴが大量の買い物。シーフォーっと怒ってる。ファイトありがとう。マジか。でもなんか結構仕事の人多いよな土曜日は。ん、キキリの配信で終わりか。今日は10分で終わるけど、あとこれからよ、これから寝るまで。野球の試合やる方なんや、草野球え、いいな。でも正味なんか野球とかバスケとかでもなんか草野球とかが一番楽しいよな絶対。レナもさ、小学校の時から1日練習っていうのがあって、12時から1時の1時間だけ休みがあって、朝の7時8時スタートで夜の6時とかまでの1日練習。やばくない小学生で。まあそれは置いといて、12時から1時までお昼休憩があってでお昼ご飯食べてもさ1時間もあるから時間余るやん。もうそん時にマジでこれからまたあの5時間練習するんやでっていうの忘れるぐらいみんなで本気でドッジボールしたりバスケしたりするのが一番楽しいっていう。マジみんなブラックやん。おやすみ。マジ肌白くないで、唇に色ないからやと思う今は。いやマジ元気やん、元気って思うやん。けどあの結局コーチとかに怒られるっていう。そうなんか1時からさまた練習再開するわけやん。でなんか声とかがめっちゃちっちゃかったら、おいお前ら待てみたいななって、さっきドッジボールしとった時あんな声出とったのになーみたいな言われたら、もう子供的にはさもうなんかうおみたいな、ちょっと突き刺さるわけ心に。おバレてるみたいな、確かにみたいなってなるから、そこまでがセットっていう。毎日毎週土日になったら1時間本気でめっちゃ楽しいバスケとドッジボールをして、でその後怒られるっていうまでがセットっていうなマジ子供時代ほんまにすごかったと思う。怪我していいよー、しゃーなし、やばいよな。子供パワーすごい、ほんまに。ご飯食べたらとりあえず速攻で休憩終わるのに。うわ、わかる、マジでわかる。それな、レナの子供時代のバスケが一番ブラックです。ブラックでやらさせていただきました。え、今のね言ってる髪質改善マジでマジで今まで言ってた髪質改善より一番いい。マジ良くない、サラサラですね休憩中に暴れてそう明日な。でも休憩時間あるかな、ちょっと分からんけど。大変だね、松葉行ってないです。そうこの色もねちゃんと直してきたし、綺麗に。なんかちょっと青っぽいけど、なんか分からへん。髪質改善したい。え、嘘、絶対しなくていいよ。持ちがいいというか、なんか聞きがいい、聞きがいいって感じ。おつれな、聞きがいい。ストレートにないって。でもさ、ストレートの人はさ、なんかあのちょっとぐらい癖があった方がいいみたいに言うじゃん。女の人の場合、ここ髪の毛を巻いたらすぐに戻っちゃうみたいな
言うけど。ね、めっちゃ青だよね。この間さ、お風呂入ってて髪の毛抜けるじゃん。でさ、その髪の毛をさじーって見た時にめっちゃなんか青っぽくて、めっちゃ色入ってるなーみたいな髪の毛がさ腕についてて、あるあるじゃない、お風呂でさ、なんかあの腕見たら髪の毛ついたみたいな、こうあるあるなんですけど、それで髪見た時になんかわかんない改善する髪なんやばい読み男女マジでね大変だよ。洗うのはまあまあまあ、あのモコモコってね泡で洗えるからいいんだけど、本当に髪抜けた、本当に髪の毛マジでね乾かすの本当につらたんって感じ、つらたんって感じ。こんばんは。髪流しいいでしょ別に。セラマークリーン前髪切った、ちょっとだけ一昨日に。え、マジでねやばいの、あの掃除機かけるときにマジで髪の毛がありすぎて、洗面台とか特に髪乾かすときに髪の毛がめっちゃ抜けるんですよ。本当にねやばっす、やばっす。いや突然だよ、こっちも突然なんだけどこっちも突然明日週間でやろう。 OK OK です。じゃあ明日マジでつらたんな日なんだよね。明日つらたんな日なんですよね。排水口ちゃんと変えてる、あのね100均のねなんかねつけるやつがあるんですよ。抜け毛やばいです。そう、猫みたいに寝ちゃうし、あの生え変わりの季節ですね。お、お疲れ様。ショートねしたいけど、明日もハイトンカツありがとうここではキンクそういうのつけてるの。え、どれどれどれ。あー100均のやつ。え、マジ掃除楽だよ、本当に本当に掃除楽になった、それつけてたら。明日はブラック何が親族にハギいないどんな質問。いないですね、いないかも。え、わかんない、いない、今のところいない、生きてないまずそんな先まで たまにヒーヒーおじいちゃんとか生きてる人いるじゃん、すごいよね生きてたら親族にハギいたかも。じゃああ、やばい、5時9分になっちゃうの。ハギの話最後やだ、またね、おやすみ親族にハギいますもん、やだよ今のところねおやすみバイバーイ。ちょっとダンス頑張りますね、ダンス頑張れって言って、みんな See you next season。 おつれなー、おつはげーおつはげですまたねー、ケンラムおつダンス頑張って、ありがとう。おやすみ、おやすみさーぶーちゃん、おやすみ、おやすみおつ、おやすみ、グッナイ、キュンキュン頑張れ、ありがとう。キュンキュン頑張る、可愛いか頑張れ、知ってるよーダンス入った頑張れよー、おつダンス頑張って、ありがとう、ダンス頑張って、ありがとう。おやすみ、頑張ってください、ありがとう。ハテプ、頑張れ、またね、頑張れ、なっちゃう。ありがとう、おやすみ、おやすみ、寝る、おやすみ、おやすみ、おやありがとう、こちらこそありがとう。今週もお疲れ様、みんな。おやすみ、ありがとう、バイバイ、またね、また明日ね、バイバイ。おやすみ、バイバイ。じゃあねー。